さあ皆さんこんにちは、ノーサイサポロモリちゃんでございます。さあ本日解説動画いきたいと思います。本日は金剛インコについて紹介させていただきます。かなり色が派手な鳥ですけれども、その色にも実は秘密がございました。ぜひ見てください。それではどうぞ。はい、金剛インコ、分類的には長江、オウム目、インコ科の金剛インコでございます。たくさんの種類がいますね。金剛インコの特徴は声がとても大きくて遠くまで聞こえます。結構朝から鳴いていることが多いです。やはり仲間とのコミュニケーションに使ったりします。寿命は約50年以上と言われているのでかなり長いです。そして何よりも噛む力がすごく強いんです。この子たちが住んでいるのは南米大陸の熱帯雨林、いわばジャングルに生息しています。ちなみに金剛インコの金剛はダイヤモンドの意味の金剛からこの和名が来ているそうです。もう名前も体も何もかも美しいです。飛んでる姿もちなみにめちゃくちゃ美しいです。この奇抜な羽の色は薄暗いジャングルの中でも仲間たちが認識し合えるよう派手になっているとも言われています。さあそれでは金剛インコの種類紹介させていただきます。ベニ金剛インコ、金剛インコの中でも1、2を争う大きさの大型のインコちゃんです。ルリ金剛インコ、青と黄色のコントラストが美しすぎるルリ金剛インコ、動物園にも多く見られるかと思います。当園のインコちゃんたちは本当にいたずら好きで愛嬌にあふれています。はい、こちらは赤金剛インコ、スカーレットとも言われるんですけれども、ベニ金剛インコに似てますが羽の青い部分の色が少し違います。ベニ金剛はもう少しエメラルドグリーンに近いような気がしますが、この子たちは青っていう感じですね。すごくカラフルで綺麗な種類です。そして日本ではめったに見ることができないスミレ金剛インコ、ヒヤシンスともいうことがあるんですけれども、黄色と青が美しいインコちゃんでございます。金剛インコの中で最も大きいとも言われますね。こんなに深くて青い色をしている動物なかなかいないですよね。実は絶滅が危惧されていて、現在推定6500羽ほどしかいないと言われています。そして肩の赤いラインが可愛らしい小緑金剛インコ、緑の発色が美しい緑金剛インコ、そして黄色い羽が特徴的なヒエリ姫金剛インコ、そしておでこが赤い赤鼻帯姫金剛インコ、そしてこちら緑の姫金剛インコなんですけれども、皆さんインコとオウムの違いってご存知でしょうか。頭の上にある少し伸びた羽毛、これが冠羽って言うんですけど、この冠羽があるとオウム、ないとインコと言われていることがほとんどです。さあそしてちなみに金剛インコちゃんたちにはハイブリッド、ミックスですね、たくさん実はいるんです。この子がおそらくルリ金剛インコとベニ金剛インコのハイブリッドのハルクイーンだと思います。赤と緑の羽が特徴的で、羽先は青っぽい子が多いと思います。というのも実際の色合いではなく、どのインコとどのインコを掛け合わせたかによって呼び名が変わります。その他にもルリ金剛インコと赤金剛インコのハイブリッドのカタリーナ金剛インコ、そしてベニ金剛インコと赤金剛インコのハイブリッドのルビー金剛インコ、ルリ金剛インコと緑金剛インコのハイブリッドのミリゴールド金剛インコ、さらにそのミリゴールド金剛インコと
赤混合インコのハイブリッドのスターライト混合インコなどなどたくさんの種類がいます。パッと調べただけでも20種類ほど出てきました。そして混合インコちゃんたちはよく崖にいるところを写真に撮られます。こういう感じです。土を食べて塩分を取っているそうです。そしてくちばしや足がめちゃくちゃ器用なんですよ。ご飯食べるときに発揮されることも多いんですが、ジャングルゾーンにある監視カメラなどを壊すのはこの子たちの得意技です。破壊王とよく言われています。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。うん、よかったよね。アーサーくんも何か歌いてますけれども、次ワンちゃんっていうのももしかしたらいいのかもしれないです。はい、さあそれでは次の解説も楽しみにしていてください。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、グッドボタン、そしてチャンネル登録お待ちしております。それではまたお会いしましょう。ワンちゃんでした。またね。